今日はメイクしてます。すっぴんじゃないです。まさかの18時からするって割とお昼過ぎくらいに言ってたけど、まさかの波動と被ってしまった。ごめんなさい。皆さん波動の応援もぜひしてくれたら嬉しいです。チーム4を応援してください。超かぶっちゃった。同じ18時かな。さっき気づいた。こんばんは。みんな、あ、お仕事帰りとかそのくらいの時間ですよね。お疲れ様です。火曜日乗り越えたらもう大勝利です。こっちのもんです皆さんこっちのもんですよ。火曜日乗り越えたら。イエーイ。今日めっちゃ眠いな。なんとなく。のまあ、寝たのが、私どんなに遅く寝ても7時から8時の間に絶対起きちゃうんですよだからちゃんと早く寝るの大事。え、ルンバ？私も知らなかった。心配。ねえ、舞台もね、どうなるかですよね。まだ何も発表されてないよね。そうなんですよね。まだわかんないけど。どうなるんだろう。みーさんスタバ飲んでるじゃん。そうなの、私もスタバ飲みた。よし、いや昨日は3時前に寝たっけな。3時前には寝た気がする。それくらいです3時前くらいだったと思う。4時までは起きてなかった。昨日はなんかね眠れなかったんですよ。なんかあんまりなんかなんとなくだから遅くまで起きちゃってた。今日はすぐ眠れそう。もうこの時間帯でもう眠いってなってもうすでに眠い。うん、月見パイ食べました。マックの私のお昼ご飯月見パイそうお昼ご飯お昼過ぎくらいに食べました。お昼食べてなかったから月見バーガーも食べたいなと思ったんですけど、ちょっと両方は食べれんと思って月見パイだけ食べました。めっちゃ美味しかった。なんか去年初めて食べて、多分初めて去年初めて食べてめっちゃ美味しくて感動したんですよ。だから絶対食べたいと思ってて嬉しかった。めっちゃ美味しかった。感動的。月見バーガーも早く食べたいです。超美味しかった。今日の目標はそれだったから目標が無事果たせました嬉しい。美味しかったです。
あれ本当に美味しいね。めっちゃ美味しい。素敵な食べ物。素敵な食べ物。次の目標は月見バーガーを食べることです。今日は何があったかな、私。今日暑かったね。風は涼しいんよね。風は涼しくなってきたなって感じします。お昼暑いけど、まだ今日はメンバーに久しぶりに会った。たくさん、はーちゃんとか久しぶりに会った。髪短くなって、私髪短くなって会ってない気がする。ハマちゃんとかさやにも会った。お腹空いて、わかります。お腹空いてくる時間だよね。そろそろそれくらいの時間だよね。最近嬉しかったことありそうだな。最近嬉しかったことは、いや絶対あるんだけど、こうやってパッて出てこないですよね、そういうのって。なんだろう、鯛めしを愛媛県で食べれたこと。 結局ご飯の話。 なんだろう、最近嬉しかったことはね、なんだろうな、ちょっと思いつかないですね。あったけど、ありましたけど、ちょっとこれはいつかにとっておきたい。めっちゃ嬉しいことがありました。めっちゃ嬉しいこと、なんだろう、そんな、なんだろう、あれでもないんですけど、私にとってはめちゃくちゃ嬉しいことが、嬉しいこと、いつか話すと思います。 気になるよね、この言い方。でも今はまだ言わない。いつか言うわ。私が嬉しかったなーって思った出来事。まだ今はタイミングではない。もうちょっと時間が経って話すと思います。覚えてる、覚えてると思うか。いつかエピソードとして話すわ。 超気になるさ、話し方しちゃった、ごめんなさい。そうだね、いや嬉しい言葉ばっかりですよ。鯛めし食べれて嬉しかったです。妹ちゃん、ランドセル背負って行ってるよ、学校。なんか自分の小学生時代を思い出す。あのランドセルをからって学校行ってる背中を見ると。なんか、まだまだ幼稚園生くらいの感覚でいるので、私は。小学校行ってるっていうのが信じられないですね。びっくりですね。鯛めし食べたよ。めっちゃ美味しかった。最高に美味しかった。愛媛の鯛めし最高。
ご飯の話してたらお腹空いちゃう。うん、イエーイ。だからそうですね、そんな感じ。私は今日は特になかったです。メンバーと会えて嬉しかったです。今日はみんなどんな一日でしたか？晩ご飯まだ食べてないです。これからお腹空いた。今日は朝にパンを1個食べて、お昼過ぎに月見パイを食べてだけなので、すごい偏りのある食事ですねだからお腹が空きました。夜は野菜をいっぱい摂ろうと思います。最近なんかね、ルンバがね、里芋はカリウム、むくみとかにめちゃくちゃいいんだよって教えてくれてから、里芋をいっぱい食べるようにしてるっていうか、ハマっちゃいました。里芋美味しいじゃないですか。すごい好きだったから最近よく食べてます、里芋料理。餃子、餃子食べたいよ。餃子、マイマミーの作る餃子をね、私は食べたいんですよ。世界一うまい吉田の母が作る餃子、でっかい鉄板で焼くんですけど、いつも胃が小さいよ。そうなの、鍋に入れる餃子いいね。めんちゃんテレビでいいって言ってるやつ買っちゃう。いや、それはないなんかさ、影響さ、まあ影響されやすいけどどんだけいい。でもルンバはすごい、あの健康面でめっちゃ頼りにしてます。すごいんですよ、めちゃくちゃね、食事とか細かく計算してて尊敬します。本当にすごい健康的。だから里芋むくみにいいって聞いた瞬間めっちゃ食べてました。そう、本当偉い。食事記録とかもねしてるしね、ちゃんとバランス考えてね、ご飯食べててね、偉すぎると思ってます。私なんか適当だから。そう、そんなルンバ先生が里芋をいいっておっしゃっていたので、それは食べようと思って、もう言葉の信頼度ん、そうすごいじゃないですか。すぐ食べますと、食べますと、いや、ミスさんも配信してるってね。ミスさん配信してるからあれか、ミスさんに会いたい。この間会ったけど、この間久しぶりに会って嬉しすぎてずっと喋ってました。ミスさんと会っておしゃべりしたい。ただ喋るだけ。
今部屋エアコンつけてるんだけど寒いわ。まだみんなエアコンつけてますか？もつけなかったら暑いんだよね。温度を上げればいいだけか。地味な微妙な気温。7時までには終わると思います。配信。まだつけてるかエアコン。まあ暑いよね。まだ消すには早いよね。9月頭だし。頭中旬。今日13日か。早っ。9月に入っても13日も経ったんですって皆さん。びっくりだ。ラーメン食べたい。めっちゃラーメン食べたい。ラーメンあ、ダメだ。またご飯の話。今みんな一番お腹空いてる時間帯だからね。苦しくしてしまう皆さん。よくないですね。まだまだ日焼けしそうだよね。全然日差しって感じ。確かにそうだね。豚骨ラーメン、もう食べたの早いね。晩ご飯の時間だよね。時間帯今お腹すいた。お腹すいた。お腹すいた。お腹すいたって思うともっとお腹すくから考えるのをやめます。みんな今日はどんな一日でしたか？聞かせてちょう。イエーイ。コンビニのチルドラーメン。何チルドラーメン？温めて食べるやつ。いっぱいあるよね。あんま食べないけど。ラーメン。いやもう全くご飯の話。私気を抜いたらご飯の話しかしないからダメです。ダメでございます。ダメでございます。いやー、私の明日の目標はいっぱい踊ることです。明日はいっぱい踊りたいと思います。夕食メニューを決めるこの配信で。なるほどね。確かに夕食何にしよっかなって悩む時間帯ですよね。体力大丈夫じゃない。本当やばい。本当に体力って、ね、10日寝込んだだけでこんな落ちるんだなって思いました。マッチでなんかさ、いや本当にすごかったです。愛媛ですごい歩いた日があったんですけど、ちょっと歩いただけではぁってなったんよ。めっちゃ体力落ちたなと思った。
まあ体力戻すのにもそんな時間はかかんないだろうから頑張ります。私はとにかく16日のサムネイル公演が心配です。大丈夫かな。もう最悪、アドレナリンがね助けてくれるとアドレナリンが、なんかリップ薄い。なんか面白い話ありますか皆さん面白い、面白いネタ募集中。突如始まるスクショタイム。できましたか？スクショいっぱい。今日はメイクをしてるんで、もういくらでもスクショしてください今日はメイクしてるんで、お顔バッチリなんで、いくらでもスクショしといてください。カシャ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 、どうぞ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 今日はメイクしてるから。私今度のサムネイル公演でカラコンをしたいと思ってるんです。最近カラコンのこと忘れすぎて、毎回劇場出るたびに、ああ今日もカラコンをするの忘れてたと思って、だから久しぶりにステージ立つから、アイドルするから今度絶対カラコンをつけようと思うとか言うてるけど、絶対忘れるという、それがいつもの私なんですけど、つけれたらいいなって思ってるところ。最近ねずっと忘れてたんよ、エイトの日とかさ、劇場とかでさ、今日カラコン持ってくの忘れたって、毎回ね。また久しぶりにつけるからさ、絶対何十分もかかる慣れないからね、まだ、まあ、最初に比べたら慣れたけど、うん、カラコン、いや忘れてそうだな、私のことだから。今2種類持ってんだけど、どっちつけようかな、新しいの買いたいな。19日、あ、皆さん教えてください、私がカラコン忘れないようにこんだけ喋ってれば忘れないから、ね、これが振りにならないようにしっかり
持っていこうと思います、劇場に。モリモリのメイクもバッチバチのモリモリでアイドルしたいと思うので、16日、よろしく。そう、サッシーさんのやつからこ、楽しみ、緊張だけど楽しみ。そうね、公演楽しみ。もうメイクポーチに今日からずっと入れとこうかな。それいいですよね。ありあり。そうしよう。からこの旦那もちっちゃいやつだから。って言ってるけど、この配信終わったらもう頭の中にないかもしれない。ないかもしれない。あ、舞台ではつけないですね。アイドルしてる時だけつけます。え、どうかな、鉄でバチバチの色変わるカラコンしてみようかな、してみようかな。絶対ダメだけど、外してくださいって言われちゃうと結構わかりやすいやつだからね、私、色がガラッと変わるカラコン。多分、しかもめっちゃ乾燥すると、私ただでさえドライアイだから、あんな舞台上でカラコンしてさ、目これで上げて演技したらもうカラッカラになると思う、目取れちゃうと思う。うん、時代それな時代超無視して、そう、せっかくならね、色が変わるやつが、うん、いいねみたいな。こんばんは。寒いこの服。今日は新しいね、 LINE スタンプを2つ手に入れました。なんかさ、有料スタンプみたいな、私あんま買わないタイプなんですよ、 LINE スタンプとか。そんな買わないタイプだったんですけど、めちゃくちゃいいみたいなスタンプに出会って、欲しすぎて買いました、てもらいました、うん、え、いくらなんかよくわかんない、買ってって言って親に買ってもらいましたなんかすごい癖強すぎて、なんこれみたいな言われたんですけど、いらんやろみたいな言われたんですけど、そう、めっちゃいいと思って、欲しすぎて買った。ちょっといろんな人に送りまくるのが楽しみです。今日は LINE スタンプ買った、買ったでいいです。
もう使ってよ、めっちゃ使ってる、送りまくってる、いろんな人に。二十歳になっても LINE スタンプ親に買ってもらう。みんなにも送ってあげたいわ。私もう LINE スタンプ作りたいな。何めくってめくって。私といえばなんだろう、ヤッホイとか。LINE スタンプ作りたいな、作らせてほしい。チームメイトでさ作ったことはあります。水筒よ、私も持ってる。でまたエイトのスタンプ作ってほしい。 LINE スタンプ欲しいよね。だいぶ昔だもん、あれだって作ったの。水筒よめっちゃ使ってる。やだ恥ずかしいんですけど、水筒よ使う機会ある？ねスタンプイラストじゃなくて私の顔ですよ、もちろん。イラストじゃなくて私の顔で、これ音声付きで、そういろんな、なんか今日きんりくん、中山きんりくんさんの LINE スタンプを見たんですよ、送られてきて。めっちゃそれがやばすぎて私超大爆笑しちゃった。後で見てください皆さん。そうパワーとかヤーとかさ、なんか筋肉誘惑に負けるのとか、筋肉裏切らない的な、すごいすごい面白くてやばい。ああいうやつがいいです。筋肉さんみたいな LINE スタンプ作りたい。OK ですみたいな。知ってる？みんな知ってる？ぜひ見たことない方は調べてやってみてください。超面白すぎてセンスがすごい。私もああいう LINE スタンプ作りたいです。作らせてもらいたい。無理なのかな、お願いしてみたいわ。いいよね、筋肉裏切らないみたいなやつ。私も入れていいですか、作るってなった。超全部面白い。おはようございます、元気のある声。うん、思い出すぎて笑ってしまう。いいわ、あれも欲しいな、あれも買ってもらおうかな。筋肉買ってもらおうかな。確かに使うとこないよな、筋肉裏切らない、どこで使うみたいな。いいよね、すごい大好き。もう40分、なんか最近配信早っ、早っ、
早いね時間。ムキ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 。でも私舞台の稽古でめっちゃムキムキになったんで、右腕だけ初日を終えたらどのシーンでそのムキムキになってしまったのか言いますね。私が初日を終えたら言うの忘れてるかもしれないで、皆さんその時また聞いてください。なぜ私がこの右腕だけ稽古の中ですごいムキムキになってしまったのか、そのどのシーンの影響でなのか、初日を終え、美味しいパン食べたい。さやかの家に突撃しようかな。パンください。ほんとね、定期的になんか届けてほしいパンを、あの定期便みたいな、 毎月お金払うので定期的にパンをね作ってほしい。さゆりお金払ってもいいから定期的に食べたいですね。てかおうん、ほんとに、いやマジでほんとに美味しい。パンです。確かに左腕も腕、左腕も鍛えないとね、バランス悪いから今。私最近めっちゃ右肩だけ凝るなと思ったけど、それって右腕を鍛えすぎたそれはないかそれはないか、そんなバランス偏ってることはないか。最近本当に右、寝方か荷物を右肩にばっかかけるとか、なんか原因はよくわかんないけど、それだったらやばいかどんだけ偏りあるんって感じですよね。さやにお昼にクッキーとクラッカーで焼いてた、めっちゃ焼くやん毎日、いいな。行けばよかったさやりんち行ったことないけど、パンください、クッキーください。私お顔太ったかな、どう思いますそんなわかんない、コロナになって私めっちゃご飯食べなくて痩せちゃうけど、愛媛でいっぱい美味しいご飯食べたから太ったかもしれない。ね、荷物たまにそう偏りないように持たないとね、凝っちゃうんですよ。めっちゃめっちゃ凝ってる。夜ご飯何を食べようかね。でも今日はお野菜をたくさん食べようと思いますバランスが偏りまくったるので、今日朝昼ロングジョイ、ロングジョイ食べました、もらって。ジャンマイラブ、美味しかったよ。
私はチョコを食べました。ドレッシング、何ドレッシング、何ドレッシングが好きなんて話なんて、そんなさ普段なかなかないですよね。私は何ドレッシングだろうなんか和風系とか好きです。さっぱりしたやつ。でもなんか塩とオイルだけで食べるのとかも結構好きです。ごまドレッシング、王道、美味しい。オリーブオイルと粉チーズ、それは美味しそうですね。食べたことない。オリーブオイルと粉チーズやってみよう。塩とオイル確かにおしゃれ、おしゃれだよね。なんかモデルさんみたい。塩とオイルをかけてサラダを食べます。なんかね、モデルさんみたい。食生活、ドレッシングはあんまりかけることはなくて、体にいいお塩といいオイルを使って食べるようにしてますみたいな言い方問題。最近ハマっている食べ物はサラダにお塩とオイルをかけて食べることです。最近ハマっていることを聞かれたらそれを言いますね。サラダを食べるのにハマっているんですけど、最近はお塩とあと体にいいオイルをかけて食べるのにハマっています。とっても素材の美味しさを味わえて、かつヘルシーで体にもいいのでおすすめです。もうバッチリ練習できました。青じそドレッシングね、美味しいよね。王道、里芋、そう、里芋もすごくカリウムがたくさん取れて体のむくみ防止にとても良くて、最近はすごくお世話になっています。はい芝居がかった。もう舞台のおかげで芝居が少し磨かれたので、はい、女優です。この顔よろしく。本当はマックの月見バーガーを食べたいです。本当は今日は
パンとマックの月見パイしか食べてないです。最悪の食生活です、私は今日。だから夜で取り戻す。今日の私の食生活本当に終わっている。夜でたくさん栄養をとって取り戻したいと思います。チーム B 勝っちゃった。4は4は何位ですか。そのうち朝起きたらさよ飲みそう。え、一時飲んでましたよ私。なんか効果があったかよくあれだけど、最近ハマっていることは朝起きて一番に白湯を飲むことです。朝から体がとても温まって一日すっきりした気持ちで過ごせる気がします。おすすめです。すき焼きチキンバーガー美味しかったよマジ。マックのサラダ食べたことない。いや今日本当にお腹が空いてなくて月見パイだけでもう食べようと思って食べたんです。みんなすき焼き月見バーガーうまい言うやん。そんな言われたら食べるしかないやん。もう私は絶対に食べないと。でもまだ10月終わりくらいまであるって教えてくれたから、まだね、まだある。チャンスはまだ、チャンスはまだあります。チャンス。愛媛にもマックあるしね、チーム4頑張れ、チーム4頑張れ。みんなもぜひチーム4の応援をしてください。愛媛スタバあった、行かなかったけど。いやそう、舞台の稽古をずっと何日もやってたからセリフにつなげちゃう、あるある、めっちゃあるある。早く愛媛に行きたいな、早く愛媛に行きたいな。毎日愛媛のこと考えてます私。愛媛楽しみだなって毎日思いながらね過ごしてる。びっくりする本当に。こんなちょっとの2週間くらいで愛媛大好きになりすぎて、本当にあの愛媛に行く前の私は考えられないです。愛媛行きたくない、愛媛行きたくないと思ってたあの私に言ってあげたいですね。もう今愛媛毎日愛媛って思いながら生きてます。自分でもびっくりなくらい。わーい、うん、住んじゃうか、愛媛に住んじゃうか。ね、ずっといると愛着がね。でも20日とかにも早すぎでしょって言われました。まだ初日も始まってないのに愛媛ロス、ジョンマイラブロスになるの早すぎでしょって言われました。びっくりです自分でも本当に。みんなにも早く会いたい、早く会いたいよ。ワクワク。日見たらまた明日からアングルの配信が見れます。そうですよ、またあのアングルの配信が始まります。あ、見に行ってる側もそうなる。わ、素敵なことだよね。みんな愛媛大好きになっちゃうじゃん。でもすごいですよね、総出だけの魅力、来た人をみんな虜にさせてしまう、そんな素敵な魅力があるっていう、
すごい、私もそんな存在になりたい私もそんな存在になりたい。みんなを一度で虜にしてしまうような、そんな人間に私もなりたい。そんな存在に私もなりたい。いやー、そう、楽しみだけど、舞台はドキドキ。住みたくなっちゃうね。なんか、いや、本当に素敵な場所だなって思いますね。本当に虜になってる？ありがとう。ガイの配信見て虜になった。嬉しいこと言ってくれるやん。嬉しいこと言ってくれるやん。ほんまに言うてるん？嬉しいこと言うてくれるやんけ。大丈夫そう？本当に？ずっとなんか何言ってるか分かんないみたいな配信ですけど。うん、嬉しい。見に来てね、舞台。なんか意外とめっちゃ見えますもんね、客席から。この前最後の漂流ダンス1曲だけ坊ちゃん劇場でステージに出させてもらったけど、めっちゃ見えるやん、みんなの顔と思いました。嬉しい。だからうちわとかなんかね、いろいろフライヤーとか持ってくれてたらね、すごい気づける。どうし、いいところ。無事初日を迎えられるように頑張ります。うん、いや、無事迎えられるといいなって思いますね。ね、どうなるか分かんないけど、本当にお待たせしすぎてるから皆さんを、ね、私の初日がどんどん何回も延期になってしまって、皆さんをお待たせしすぎているかな。早く見てもらえたらなと思いますね。ごめんね、待たせすぎちゃって。本当にすいませんね。誰が悪いとかも決してないんだけど、仕方ないことなんだけど、たくさん待たせすぎてるから。無事に初日を迎えられることを願っています。だからぜひ皆さん会いに来てください。イエーイ、よろしく。キャー、もう7時になっちゃう。早いよ。1時間なんてあっという間だね。私はこれから夜ご飯を食べます。お腹がとっても空いた。ありがとう。2日連続配信久しぶりかも。明日はできるかな、どうかな。今日は延長しません。延長しないです、残念ながら残念ながら終わります。もう配信またやります。明日
できるかな、どうかなみたいな感じ。またやります。ありがとう。じゃあ終わろっかね、終わろっかね。ランキング読みます。13位ムーチンさん、ありがとうございます。12位ヨッシーパパさん、ありがとうございます。11位コタンさん、ありがとうございます。10位まぼろしさん、ありがとうございます。9位ひでじろさん、ありがとうございます。8位天津風さん、ありがとうございます。7位関西栄東氏さん、ありがとうございます。6位秋文さん、ありがとうございます。5位秀人さん、ありがとうございます。4位鳥親父さん、ありがとうございます。3位日賀さん、ありがとうございます。2位まさやさん、ありがとうございます。1位はやちゃんさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。またねありがとう、本当に。またね、バイバイ、バイバイ。